生トップでした。優等生なのに、なんであんなに生きづらそうなんだろう。真面目すぎるからじゃない。自由になったら何していいか分かんないんじゃない。生徒会長、相談があるんだ。わかるかな、きらり。町田さん、校則の基準が曖昧だと思わない。生徒会長自らその境目を調べてほしい。本当にこれは意味あるの？大いなる実験だよ。どうしていいか分からないんだ。クールなランチ決めようよ。え？はい、行くぞ。できた。こんなことしていいと思ってんのか。校則に書いてあるんですか？ある意味クールだったよな。本当に痛いな、あいつ。ブラック校則大ヒット上映中。